こんばんは、三枝心です。今日も自宅の編集部屋から動画を撮っています。はい、今回の語りじゃないですけど、おしゃべりの趣旨は競技ゴルフについてです。はい、なんで私がそもそもゴルフでこんなに本気になっているかというと、実は2年前に競技ゴルフというものに挑戦しました。まあゴルフっていろいろあるんですけれども、そのまあまあ普段プライベートでラウンドするコンペに出る、まあアマチュアだったらこう今度は競技に出る、まあ試合に出る、試合の中でもレベルの高いこう競技に出る、いろいろあって、私はそのまあ自分のそのレベルの中で戦える競技に2年前から挑戦しています。2年前から挑戦しています。でそれが日韓アマという試合で、まあ割とこう結構こうガチというか、まあ本格的なルールに基づいて、まあ池に入ったら池の延長線上から打つとか、ルールブックに基づいたことをやりながらちゃんと試合で戦うというゴルフですね。はい、で実は1年目は予選落ちしました。はい、そうですね。でもその時はなんか1回目っていうこともあって、あんまりこうなんだろうな、悔しいとか辛いとかなかったんですけど、まあまあ来年あるし来年もやってみようぐらいな感覚でしたね。はい、それで2年目、また同じ試合に挑戦しました。でもその頃には少しこう自分的にも、まあテレビに出たりとか雑誌のゴルフの仕事が増えたり、ゴルフに関する仕事が結構増えてきた時でもあったので、まあいい意味で調子に乗ってたのかな。まあ勝てるかなとか、まあ自分らしくできればまあそれなりはいくだろうぐらいの感じで挑戦したんですけれども、まあ予選は実は突破しまして、まあでもスコア的にはあんまり良くなかったです。まあ、かなり良くなかったです。でそのまま決勝に進んで、まあ、決勝で106、そうですね、なかなか106って、まあ連弾で80台実は出してて、自分の中でこう100っていうスコアは叩かないかなって思ってたので、かなりショックでしたね。まあ、まあショックのあまりにこう、もう言葉にならないって言ったんですけど、まあ、言葉にもならず、まあ、悔しすぎて、でもそんな中でこう一緒に回ってる方とかにアドバイスをもらったのが、まあ、こう1年に1回の試合にかけてる、まあ、1回の試合に出る、でそこで実力を発揮するっていうのはすごく難しいこと、特にアマチュアだし、で彼女たち、まあ、一緒に回っている方たちはメンバーになってて試合数を1年でこなしてると、まあ、ゴルフ場のメンバーになってて試合数を、まあ、1年でもう何試合も こなして試合慣れをしてこの競技に臨んでるっていう話を聞きました。でそんな中でうーん、会員権かというこう、まあ頭が、まあ、頭が働いたというかこう選択肢が出てきたんですよね、私の中で。うん、今までこう競技慣れとか試合慣れ、そのまあ会員権買って月例に出るとかそういうこと考えたことなかったんですけど、ほうほうほうと、やっぱり
まあ、いや、こう実力を出すっていうのは難しいこと、その1年に1回の試合に合わせるっていうのは難しいことなので、じゃあちょっと会員権っていうものを調べてみようということになりました、自分なりにね。でこう、さまざまなゴルフ場に行きました。女性が会員になれるゴルフ場、まあ、平日会員から、まあ、フル会員、まあ、いろんな会員のシステムがあるので、そういうのを回ってみました。で、私が決めたのはじゃじゃん、どこかと言いますと、ここです。じゃん、太平洋クラブの会員に決めました。皆さん知ってますね、太平洋クラブ。なんで太平洋クラブの会員に決めたかと言いますと、実は太平洋クラブには女子の試合があります。はい、なかなかね、女子の試合とか女性のトーナメントというのは少ない中で、太平洋クラブはまあ予選を勝ち抜いて決勝に進むと、こう女子の頂点、太平洋クラブの頂点が決まるという、まあ、女性の会員数も多いというのもあって、そういうことができちゃいます。さらにですね、私職業柄休みが不定期なので、まあ月齢ってなった時に行けないことが結構あるんですよ。でも太平洋は17コースかな、国内は17コースあって、まあ海外の提携先もありますね。でその国内の17コースに日程が合えば、まあ、今月はここ、来月はここ、今月はここ合わないからあっち行こうみたいなことができちゃうわけですよ。私にすごく向いてるなと思ったので、ここに決めました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。硬いね。おはようございます、最後の心です。なんと太平洋クラブのメンバーになりました。はい、入金も済み、書類も終わり、2月3日あ、4日です、4日より太平洋クラブのメンバーです。頑張ります。で、第1弾は相模コースにやってきました。今日はね、ハンディキャップ1枚目ということで、どうなるか分からないんですが、相模コースのバックティーからやってみてスコアを提出したいと思います。1枚目100叩かないように頑張ります。3、5、4、7、あ、もう最後わけわかんなかった。1枚目、投函ビビーン。42です。3枚目です。はい、お願いします。